ちら全ての材料です。まずはミッフィーちゃんのお目々とお口を塗りを切って作ります。今回はちょっと大きいハサミを使ってしまったんですけど、細かい作業なので小さいハサミを使えば安全に綺麗に切ることができるかと思います。手がねなかなか難しい。この作業は器用じゃないと若干ちょっとね難しく感じるかなと思います。はい、どうでしょう。我ながらいい感じにできました。続いてはピーマンの種を取って輪切りにします。今回私簡単に輪切りにしちゃったんですけど、パプリカとかの色のついた野菜とかと一緒にこうみじん切りにしちゃって合わせるのも可愛いかと思います。そしてパンにまんべんなくケチャップを塗ります。まんべんなく塗ると端まで美味しい気がします。この辺はちょっとお好みで塗りましょう。これ最初にやっておけばよかったかな。ちょっと順番失敗しちゃったんですけど、ソーセージを輪切りにします。そう、私はちょっと可愛くするためにちょっと切れ目も入れてみました。続いてミッフィーちゃんのお耳の部分のソーセージの大きさをねちょっと調整します。続いていよいよパンにね具を乗せていく作業でございます。ここ割と楽しいですね。ピーマン、ソーセージ、コーンと乗せていきました。まあソーセージの周りにコーンを花びらみたいにね乗せてもきっと可愛いですね。うん、なんだかねパンが色鮮やかになってきましたね。いい感じです。続いて温めたハンバーグと先ほど調整したソーセージでミッフィーのお顔の輪郭を、ね、作っていきます。お耳をトントンとつけてね、ミッフィーが見えてきた気がします。はい、できましたね。ちなみにチーズは冷蔵庫からあらかじめ取り出しておいて常温にしておくといいです。丁寧にのせていきます。ここからはですね、トースターで 1,2 分温めます。まあ、ちょっとこの辺はね、様子を見ながら、チーズの溶け具合を見ながらやりましょう。はい、こんな感じでチーズが溶けて、こうミッフィーちゃんの輪郭がね、くっきり出てきました。そしてこれが最後の工程です。最初に切っておいたミッフィーちゃんのお目々とお口をつけたら完成です。できました。かわいい。ということで無事簡単レシピミッフィーちゃんのトーストが出来上がりました。今回はですね、私下にコーンとかピーマンとかを敷いたんですけど、この辺はもう本当にお好みで大丈夫だと思います。ということで食べたいと思います。わーい、いただきます。ピザトースト美味しい。下のところがね結構ボリューミーなんで、そこにたどり着くまで何にしゃべろうかな。はい、今牛乳を飲んでます。このコップもミーフィーちゃんです。来ました、顔の本体部分来ました。今回私はスーパーとかで売ってるような冷蔵のハンバーグなんですけれども、中にチーズが入っているハンバーグを選んだので、チーズチーズで本当に美味しい感じなんじゃないかなと思います。うん、ディリーディリディリディリ。落ちるかな。これすごいお気に入りのワンピースなのに、まあしょうがないね。慎重に食べていきたいと思います。うん、やっぱハンバーグ部分はすんごい食べ応えがあります。美味しい。
もう3、28になる私がこんなにすごくテンション上がってね食べているので、お子さんのいるご家庭とかは一緒に作ったりとかしたらすごく盛り上がると思うし、喜ぶんじゃないかなとかって想像してます。私さ、ずっと料理動画あまりね視聴回数が伸びないからみんなに人気ないかなとか思ってなかなか似てなかったんですけど、こうやってねたまにやるの楽しいですね。ごちそうさまでした。結構ねボリューミーでお腹も満たされてすっごく満足度が高いし、すごく可愛くてテンション上がるし、ピザトーストスペシャルバージョンみたいな感じですっごい美味しいです。本当にすごく簡単にできるトーストアレンジなので、ぜひ真似して作ってもらえたら嬉しいなと思います。チャンネル登録、グッドボタン、動画に関するコメントとかもお待ちしています。また次の動画で会いましょう。ではまた。Bye.